ジョージ・グラハム、ジョージ・グラハムは、イギリスの時計師、発明家。カンバーランドで、クエーカー京都の家に生まれる。1688年に、ロンドンへ渡って、時計師、トーマス・トンピオンの晩年に、彼のパートナーとして働き、振り子時計、太陽系に、脱進機の発明、発展に貢献した。直進脱バ進橋ゴ、シリンダー脱進機、水銀補正振り子、 ダンパー付けミニッツリピーターはいずれも彼が発明した。また彼は時計製作史上最初のクロノグラフを完成させ、グラハムの名声はたちまち、ヨーロッパ中に知れ渡ることとなる。しかし、時計の発展において特許を取得することを拒み、自らが開発した発明を他の時計師に自由に使わせた。また天文学者、エドモンド・ハレーに対して科学機器を開発し、 ジェームズ・ブラッドリーとサミュエル・モリノーの高校差観測のために天調儀を製造した。1721年王立協会フェロー選出。1751年にロンドンのフリート・ストリートの自宅で亡くなり、ロンドンのウェストメンスター人員新郎にチャールズ・ガーウィン、トーマス・トンピオンらと共に埋葬されている。現在では終焉の地のフリート・ストリートに彼とトンピオンの名を刻んだ。 記念額が設けられている。彼の業績を称え、1995年から彼の名を冠した高級腕、時計、グラハムが発表されている。製造会社はエリック・ロートが創設したザ・ブリティッシュ・マスターズ社で、本社はスイスのラジオド・フォンにある。ジョージ・グラハムの発明に敬意を示し、ほとんどのモデルはクロノグラフである。また、 往年のクロノグラフやストップウォッチにインスピレーションを得て、新円筒状のケース、円盤状のプッシュボタンなどのスタルジックなディテールを特徴としている。2009年には、ブラウン GP とパートナーシップ契約を結んだ。ありがとうございます。